G20 ロシア巡り対立ということで、それはそうでしょうね。アメリカとかイギリスはロシアの発言の時にもう退席したということですけど、一応鈴木財務大臣は退席せずにロシアを批判したということですね。まあそもそもこの G20 というのは通貨危機に対応するためにですね、まあ国連ではなくやっぱりそれなりのね中堅国家以上を集めてやるということで G20 ってやったわけですけども、まあそこにねロシアが出席するってことはどういうことと、アメリカ、カナダ、イギリスは退席しましたからね。まだこれ最中ですけれども、もう G20 じゃなくても G19 にしたらよろしい。なんなら中国も一緒に出てくれてね、 G18 でいいと思いますよ。まあ G17 でもいいですけどね、ベラルーシも一緒に退出していただければね。 G20 ほぼ何の意味もない、結局共同声明もなしですから。そりゃそうですよ。またね、厄介なことにインドとか中国とかやっぱりね、表立ってロシアを批判しない国もありますからね。そうするともう収拾つかないですよ。ほぼ何の意味もないっていうことだと思いますね。